Welcome back to Let's Play Yakuza 0. I'm Burning Dog Face, and I'm in the middle of a fight I wasn't even going to record, because it's just another group of assholes hassling some guy in the street. And then I found a mysterious syringe on the ground, and I really want to know what it does. Just instant death. Ha ha! You had best believe, friend. Now, let me think. What did I want to get real bad? Was it this? Or this? Actually, that seems really good, doesn't it? I don't want that. That seems kind of irrelevant. Oh God. How much was that? Yeah, okay, that seems like more of a thing to invest in. Basically the same idea, it's just, you know, one is dramatically more expensive than the other. Eee, tiny dog. Excuse me. Oh, you punched my stomach. I wasn't expecting it to be used that quite that quickly, I'll admit. No! Got you! This is a fun one. I mean, Kiryu has a PhD in kicking your ass, it's just that, Majima really goes ballistic when he fights people. No, other goddamn way. Excuse me. Oh, right, yeah, tiny karaoke bar. Yes, that's a great idea. Let's get completely shit-faced before we go on our murder mission. Here we go. Fuck yeah!
ここやな。Oh, so now you get rid of the shades. They've been kind of out of place in all of the cutscenes lately. It's a massage parlor, dude. Probably should have started by pretending to be a customer. こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません。誰かいらっしゃってますか？なんや、こいつ。目が。もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。What about the One Ring Phantom? Calls for one ring and then hangs up. I'm going to go to the house.そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません。怖くて。すみません。え、ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき。体がバラバラになりそうって治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああそれはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。サーバー！ちょ
違う、ユウトやろうが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。I run a nightclub. 仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ふん。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええ。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。 I would have guessed he was asking a question from that audio. 出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。Water. Now bring up the boss. Perfect. ここの店長ってのはどないな人なんや？ That's a perfect segue. 店長ですか？ I really enjoyed that. そうですね。Uh-oh, her hands are clipping to the camera. 見た目は怖いらしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃどなると怖いかもしれませんけど。そのなんや、
暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でも、あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。 God damn it. And this is the guy we have to murder? それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。Of course, she can't see the Yakuza tattoo, which is kind of a dead giveaway. Never seen Yakuza through a sheet. I mean, Yakuza. Never seen a massage through a sheet. お客さん. Maybe it's a hygiene thing. お客さん. なんや? 寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねん、俺は。あれ店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おう。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。あ、ジーズ、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこうか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん？あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？針やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。早く来てきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じ
行ってきます。おう、気をつけてな。ハエをドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。何や、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしく帰れば見逃してるで。Oh, what is happening? 引く気はないか。なら、ゴッドアンドの大サービスや。行くでTrolls are not responding. The fuck? My controller is completely unresponsive. And I'm fairly certain I can't beat a chapter boss using the, keyboard controls when I don't actually know what they are. The timer did go during that cutscene.So I'm just going to call this video here and then try and figure out a way to fix this. I'm Burning Dog Face, and I'll see you on the next episode of Let's Play Yakuza 0 when hopefully I take out Makoto Makimura. Later?